皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナのターンです。では参ります。ここから約1ヶ月後、ロシアの国内ではですね、大統領選挙があります。この大統領選挙、プーチン容疑者の太鼓持ちをするために、太鼓持ち突撃が繰り返されるというふうに考えられます。ロシアの攻撃が強度を増してくるということになりますね。で、この間、ロシア軍が、どこどこに進軍したとか、どこどこを占領したっていう、我々にとってはですね、ネガティブな情報がたくさん出てくる可能性があります。しかし、それを過ぎた後、必ずウクライナのターンがやってくるという、今日はそういうお話、各国の状況を見ていきたいというふうに思います。さらに、ウクライナのターンが来た時には、ロシア軍がこの1ヶ月で消耗したものがあだになるというふうに考えておりますので、ちょっとここの情報はね、共有していきたいと思いますが、ロシア軍がですね、この1ヶ月多分かなり本気です。むちゃくちゃのことをやってるけれども、効果のあることをやっているっていうお話からいきたいと思いますが、まずはミリレポさんです。よろしくお願いします。囚人兵の恩赦がなくなりましたっていう情報が入ってきてますね。なので囚人兵の皆さん本国に帰れません。延長ということで死ぬまで突撃してこいということですね。これで兵員を確保しております。でさらにウクライナの領土内に入ってもスパイ活動をしているという情報が入ってます。犬のご飯さんです。よろしくお願いします。 FSB の諜報員スパイが拘束されたっていう話なんですけども、何をやっていたかというと、ウクライナの弾薬庫を探していたみたいですね。現在ウクライナ弾薬砲弾が足りない、これがボトルネックになってきているわけですけれども、この傷にさらに塩を塗ってやれということで弾薬庫を探して、おそらく軍に座標なんかを教えるっていうようなことをやっていたと思います。これが拘束されたということですね。本当にね、いやらしいけれども効果的なことをロシアやってきているということで、かなりやはりこの1ヶ月間というのはこう言明みたいのが飛んできてるんじゃないかなと思います。しかしこれをしのいでいったら必ずウクライナのターンが来ます。やっとねこういう情報が出てきましたっていう情報はこちらからいきましょう。勝さんですね。よろしくお願いします。イギリスのキャメロン外相になりますけれども、私たちは膠着状況や時間はウクライナの味方ではないということについて話すのをやめる必要があるっていうことを言ってますね。今まで、こう、戦場が膠着して長期化すると、ロシアに優位だっていうふうに考えている人が多かったけれども、逆だっていう情報です。このチャンネルでずーっと言ってきましたけれども、長期化して不利になるのは、苦しくなるのはロシアなんですよ。ということは、有利になるのはウクライナだっていうこと。やっとね、こういう情報が出始めましたし、あと、メディアを通じてジャーナリストの方とかもこういうことを言う、そういう、まあ、メディアの情報というのもちょっとずつ今出てきているような状況です。で、論拠としては、要するにですね、ウクライナを支援する国の、経済的な総合力がロシアの25倍ぐらいあるということですね。絶対こっちの方が優位なんだってことをキャメロンさんは言っているっていうことなんですけれども、実際にね、こんなマップが出ていたんですよ。で、このマップ何かと言いますと、GDP の中に占めるウクライナへの軍事支援の比率です。軍事支援だけの比率になりますけれども、それで言ったとき、GDP 比の 1% 以上を使ってる国なんて、多分ね、2つぐらいしかないわけですね。バルト三国になります。色が濃くなればなるほど、比率が多いっていうことになるんですけれども、まあ、バルト三国は3つの平均値でも GDP の 1% を超えているっていうような状況ですね。で、それ以外の国で行くと、まだ 1% なんで全然超えていない。ちなみに、金額で行くと、ドイツが経済の図体が大きいので、ドイツが金額が突出してます。世界で見るとアメリカが突出しているっていう、そういう状況ではありますけれども、フランスに至っては 0.02 ですよ。で、日本はね、0.15 とか 0.2 とか、そんなもんだと思います。日本のね、軍事支援だけで言うともっと低いかもしれないですね。というような状況なんですよ。で、GDP の 1% っていうと、さすがに国防費の半分とかそれぐらいまでいってしまうので、さすがに重たいかもしれないんだけれども、まあ、平均値で例えば 0.4 とか 0.5 っていうことであれば、それなりに重たいけれども支援できる金額だと思います。こうなった時に果たしてロシア持つのかよっていう話。さらに言うと、これね、ずーっと未来永劫ウクライナを、GDP の 0.5% 支えなきゃいけないってのは、それはさすがに重たいけれども、戦争なのでいつか終わるわけですね。
じゃあ、ここで、ウクライナへの支援っていうのを、えっちらおっちら低いところでやってて、長期化するよりも、今腹を決めて、支援っていうのを増やしていく。さらに脅威に備えるために、兵器なんかの増産ラインなんかも民間と協力して増やしていくっていうことをやると、早く戦争が終わる。多分その方がですね、コスト的には低くなるわけですよ。今が腹の決め時じゃないかということ。というところで、長期化していって苦しいのは絶対ロシア。さらにロシアの場合はもう戦車2500両以上失ってます。さらに戦闘車両ももう残り3000両ぐらいかなっていうふうにも言われている。ミサイルも作れなくなってきている。ドローンに関しても、シャヘドの方は作れてますけれども、ランセットの方あるじゃないですか。ランセットの方に関しては部品が足りなくてね、今十分に作れないってことも言われてる。その上で経済制裁課されていて、アメリカが二次制裁を課しました。それが今年の1月から始まってるっていう状況。長くなればなるほど、ロシアの方がきついっていう情報がやっとですね、ぽつりぽつりと出てきたよっていう、そういう状況でございます。その上で各国の状況はフランスから見ていきたいと思いますけれども、ケイティさんですね、よろしくお願いします。フランスはウクライナへの支援を資金面だけでなく最新世代の武器でも拡大するっていうことをフランスが言い出しました。で、フランスはまだ GDP でいきますと武器支援で 0.02 なので金額そのものを拡大する余地は十分にありますよね。ただしスカルプとかカエサルとか性能のいい武器をウクライナに渡していたりもします。その中で渡していない武器っていうのがあるわけですよ。それが戦闘機ということになりますが、実は1年前マクロンさんこんなこと言ってるわけですね。ウクライナへの戦闘機供与排除せずっていうことを言ってるわけです。うん。排除してないわけですよ。で、考えられるのが最新鋭でいくとラファールというのがあるんですけども、ラファールはさすがにね、まだ機体数がそんなに多くないので、ラファールではないだろうと。で、一個前にミラージュ2000っていうのがあります。で、これが F16 とかグリペンとかと、まあ、競合していろんなところに売りに行ってたようなやつなんですけども、これね、600機ぐらい作っているので、もしかしたらですね、ミラージュ2000という戦闘機も候補の中に、入っているかもしれない。フランスが一歩踏み出すのをちょっと見ていきたいと思うんですが、F16 とか、まあグリペンもまだ候補に上がってます。あとこのミラージュ2000というのも出てくるかもしれないんですけども、この世代の戦闘機が出てきた時に、カナダの動きが今度は気になるっていう話ですね。カナダの野党の党首の方が、カナダの中にですね、CRV-7 っていう、空対地ミサイルが大量にあると、8万3000発もあるって言うんですよ。で、これを廃棄する予定なんだけども、何百億ドルってかけて廃棄するぐらいだったら、ウクライナにあげてはどうかっていう、そういう話が出てきてるっていうことなんですね。まあ、あげるにしても、事務的なお金であったりとか、あと、補修とか点検をしなければいけないお金だったりとかあるので、お金がかからないっていうわけではないんですけれども、同じお金かけてね、廃棄するぐらいだったらウクライナにあげてはどうかっていうことで、これがね、70年代ぐらいに開発されてるミサイルなので、ちょうどね、F16 とかに、詰めるんじゃないかというふうに思うんですよね。で、かなり威力があるみたいで、格納庫とか一発で貫通するみたいなことが、ウィキペディアに書いてありましたけれども、まあ、威力もすごいあるということなので、ぜひですね、カナダもこの辺一歩踏み出していただきたいなというふうに思います。次はトルコなんですけれども、トルコのですね、バイカル社という、バイラクタルっていうドローンあるじゃないですか。あれを作ってる会社が、ウクライナのキーウの近郊ですね。キーウの近郊に工場を作り始めたっていう話です。もう作り始めました。ただし、従業員500人ぐらいを雇用する規模だということなので、まだ大きな規模ではないんですけれども、バイカル社がウクライナ国内でドローンを作るというところがもう始まっているというお話でございます。で、最終的にはやっぱりアメリカということなんですが、アメリカもね、やっぱりまだ議会がギクシャクしていて、ウクライナ予算通ってませんし、もう少しかかると思います。で、その上なんですけれども、アメリカの武器支援って世界で突出してるんですね。総合的なアメリカの支援の総額が EU とほぼ同額ぐらいなんだけれども、EU はその6割7割をウクライナの国内の財政に当てている。ところがアメリカの支援の総額の中の6割ぐらいは武器支援なんですよ。ということで、アメリカのこの予算っていうのが動いてくれないと、なかなかウクライナ苦しいっていうところはあるんですけれども、準備というところでいくと、155ミリの砲弾ですね。これをアメリカは増産していくっていうことを言っていて、2025年までに、だいたい10万発に持っていくっていうことを言っていたわけですよ。10万発。で、それにはもう一個予算がつかないと10万発に持っていけないけれども、現状の予算のマックスが7、8万発。その7、8万発は今年の末ぐらいまでには行くだろうっていう
話。遅くても、来年の頭ぐらいですかね。それぐらいまでには7、8万発もう行きますぜということで、順調に増産体制作っているっていう情報でございます。なので、アメリカの予算、これ最後のネックのこの予算さえ動けば、ウクライナの支援というのは通常に戻るだけではなくて、上積みでボンって乗っかってくる部分があるよと。しかもそれがちゃんと長期化していくっていうことになると、ロシアの方が絶対持たないっていう、そういう話になってくる。では、ウクライナの方の最後の情報は、ウクライナそのものから行きましょう。ウクライナから行きましょう。ゼレンスキー大統領がドローンの専門部門を作るっていうことを発表しました。ドローンの専門部門。まあ、これもあって、バイカル社、トルコのバイカル社がドローンの工場を作り始めてるとか、そういうこともあるんでしょうけれども、ここで重要なのは、ドローンの専門の部隊とか部門を作るっていうことになりますよね。となるとね、これは、ザルジニー総司令官が CNN のインタビューでに寄稿した内容と一緒なんですよ。で、あのザルジニーさんの CNN の寄稿っていうのは、今回の解任騒動が出る前に CNN に渡してる寄稿になります。なる。解任騒動の前に渡してる。で、そこで語っていた今後はまあドローンっていうのを活用して新しい戦略を作らなければいけない。新しい軍隊の形にしなければいけないんだ。5ヶ月ぐらいかけてっていうことを言っていたんですけども、それと同じ動きをゼレンスキーさんの候補から発表があったということですね。ザルジニーさんの情報に関しては、今のところ、続報が出てませんけれども、政府としても同じ方向の発表があったということでございます。なので、続投というところですね。このまま続投していくっていうところも含めてですね、このドローン情報というのを見ていけばいいのかなという気がします。ちょっとそっちの方もね、期待をしていきたいというふうに思います。というところで、まだですね、GDP 比、お金の部分で言っても、全然ウクライナに対する支援って拡大していく余地があるし、さらにヨーロッパの方で行けば、さらにですね、質も拡大する、量も拡大する、生産体制も作るぞ。そしてアメリカは実際に155ミリの砲弾の増産体制うまくいってますよっていう情報も入っている。アメリカの議会さえ動けば通常以上に戻っていくっていうことになりますね。というのが確認できる。絶対ウクライナのターンが来るという話。一方、ロシア君なんですけれども、先ほどお話したように、これ、ランセットです。ランセット。去年の8月に、ザゴルスクというところの光学機器工場というのが大爆発を起こしました。それの影響で部品がないそうです。つまり、いろんなところからね、西側の部品かき集めてますけれども、やっぱり制裁があるから、一応制裁をね、くぐり抜けて部品は得れるけれども、くぐり抜けるんで十分に得れないってことなんですよ。で、制裁ってね、いたちごっこなので、完全にね、閉じることはできないけれども、制裁を課すことで、やっぱり抜け道を小さくしていくことはできるっていうことですね。で、ランセットの清掃が遅れているっていうことになります。で、さらにびっくりするのはちょっとこちらなんですけれども、天田久遠さんでよろしくお願いします。これね、クリミアの空を、ストームシャドウに、こう2発がね、ビューンって飛んでってる映像なんですよ。ストームシャドウ。イギリスから供与されたミサイルね。ところが、そのすぐ下には、ロシアが世界に誇る防空システムの S-400 があるんですよ。で、S-400 がピクリとも動いていないっていうのを、なんか一般の人が撮影したみたいですね。それが SNS 上に流れてきているということで、S-400 寝とったんかっていう話になるわけですよ。全然防空しとらんやないかと。悠々とストームシャドウ飛んでってる。で、一応ですね、考えられるのは、まあ、S-400 がそもそもデコイなんじゃないかとか、電源入ってないんじゃないかとか、いろいろ言われてますけれども、ハームっていう対レーダーミサイルがあります。で、この時に S-400 が動いてしまうと、逆に探知されてしまって別のミサイルが飛んでくると。いうことで S-400 がキャッチされて捕捉されてしまうので、ハームじゃないかということで起動させなかった、迎撃しなかったんじゃないかっていうことも一応言われてますけれども、ただし、そうだとしても動いてなくて、上、ストームシャドウが普通に通過していくんであれば、完全に、こう、用なしてない、役に立ってないわけですよね。ということで、クリミアの手薄さっていうのが出てきてるわけですよ。さらに言うとね、直近でクリミアにウクライナの特殊部隊が潜入してます。で、何かしらの施設を壊したっていうことが判明してるわけですね。積極五穀情報さんですね。よろしくお願いします。実際に映像で出てきます。で、何の施設かっていうことなんですけども、例えばシャヘドのドローンを使うときに、レーダーで、まあ、支援する、そのレーダーの基地があったんじゃないかと。目標物を捕捉するための、まあ、レーダーの施設ですね。それを壊したんじゃないかっていうふうに言われていたりします。正確にはね、何なのかはわかりませんけども、でも何かを壊したことは確かです。映像が出てきてるんで。うん。クリミアに上陸をしてということで、やはり A50 の早期警戒管制機ですね。これが、
撃墜されたことでクリミアがかなり手薄になってきている。でこの状況をロシアは元に戻せていないということですね。時間が経てば経つほど戦局全体で見て優位になるのはウクライナだというお話でございます。はい、というところでですね、ちょっと1ヶ月ぐらいはね、きつい状況続きますけれども、戦地で頑張ってる方、そしてウクライナの地で頑張ってる民間人の方々も含めまして、今把握いしばってますので、我々もですね、この1ヶ月耐え抜いてウクライナのターンを待ちたいというふうに思います。で、最後になんですけれども、ちょっとこの1ヶ月というか直近でですね、SNS なんかの情報空間でも、ロシアの情報がバーって流れてくる可能性があります。ちょっとね、それも皆さんに頑張ってやり過ごしてもらいたいと思うんですけれども、こちらタッカー・カールソンさんですよね。プーチン容疑者に今インタビューするっていうことで、モスクワに行ってインタビューをしたっていう話なんですけれども、タッカー・カールソンさん自身が言ってるのは、何ヶ月も準備したって言ってるんですよ。まあいろいろとね、身の危険とかいろいろあるから何ヶ月も準備したって言ってるんですね。で、その何ヶ月の間に、おそらくロシア側からどういう質問するのかっていう質問の、何ですかね、こう書いてあるものっていうのを送らされてると思います。事前に。で、何ヶ月もかけてロシアは、この質問にどう答えるかという準備ができたわけです。で、プーチン容疑者カンペ見ないので、カンペは見ないでしょうけれども、それでもおそらく準備、何ヶ月もかけて準備した回答を言ってるわけです。その何ヶ月もかけて、準備した回答というのが世界の真実だそうですね。バカにするなよっていうふうに思いますけれども、さらに言うとですね、なんでこのタイミングなんだっていう話なわけですよ。プーチン容疑者が出てきた時点で、タッカー・カールソンはものすごい拡散力があります。この出した動画もね、もう5000万再生を超えてるような状況ですね。なので、プーチン容疑者はこれはもう使い勝手がいいぞということで、自ら出てきたっていうことになりますけれども、このタイミングは何なのかっていうことです。自身の大統領選というタイミングとアメリカの大統領選ですね。これに影響を与えるためにタッカー・カールソンさんを使ったということ。逆に言うと、タッカー・カールソンさんが何やってるかっていうと、独裁者の太鼓持ちしてるってことですね。太鼓持ち突撃を戦地でやって、情報空間ではタッカー・カールソンという太鼓持ちが動いてるっていう、この1ヶ月はつまりロシアの太鼓持ち時間になりますので、我々はここをぐっと我慢してですね、ウクライナのターンを待つ必要があるというお話でございます。というところで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。